NGC1097 は、ロザの方角に約4500万光年離れた位置に、ある、ボ某渦巻き銀河である。1790年10月9日に、ウィリアム・ハーシェルが発見した。この銀河では、3つの超新星爆発が観測された。NGC1097 は、セーファート銀河であり、詳細な写真観測により、4本の幅の狭い、宇宙ジェットが、 核から放射されていることが明らかとなった。これらは活動銀河核の兆候と解釈されている。さらに、最も明るい電波から X 線域のスペクトルエネルギーの分布の分析により、シンクロトロン放射や熱放射の可能性を除外し、この光学ジェットは実は構成でできていることを明らかにした。超大型。 干渉電波望遠鏡群を用いてもジェットの中から水素原子は検出できず多くのシミュレーションからこのジェットは矮小銀河を飲み込んだ残骸であるという現在の解釈が導かれた。ほとんどの大質量銀河と同様に NGC1097 は中心に超大質量ブラックホールを持つ。中心のブラックホールの周りにはガスやゴミが 渦巻き状につながる環状の星形成領域がある。NGC1097 は、二つの共銀河を持ち、大きい方が Y 小楕円銀河 NGC1097A である。これは、得意な楕円銀河で、NGC1097 の中心から42000光年の距離を降転する。太陽質量の506倍の Y 小銀河 NGC1097 バイトは外側に位置し、 肺放室によって発見され、賠償不規則銀河と考えられているが、それ以外はほとんどわかっていない。ありがとうございます。